はい、皆さんこんにちは、ゲームズのアクロです。はい、皆さんこんにちは、ゲームズのシロです。はい、というわけで、はい、僕紹介のね、非属性、ちょっとナビロ編やっていこうかなと思います。はい、で、合わせてちょっと非属性で好きなクエスト、まあ、トップ5というか5個ねもう上げてきたんで、話しながらそれもねちょっと紹介していけたらなと思います。で、自分もね、まあ、前回の、半年前ぐらいのかボックス見て、ちょうどこの、ここですね、有役所コラボのところで終わってたんで、うん、ちょっと自分はここからちょっと改めてね進めていこうかなと思います。はい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 、で、まあ、自分もヤマトの時ねガチャ引いて、うん、これ出て、うん、多分あの時スコーピカで使ってたと思うんですけど、うんうんうん、まあ、そこ以外は使ってないかな。でもイラスト割と ね好きなんだよね。ただまあでもやっぱり使ってないかな、うん、無理すれば結構普通にいけるところはね、そう多い。で、こいつはなんか知んないけど育ててなかったですね。あれだよね、あのパイレーツオブカリビアンコラボの出てきてたんですけど、全然使ってないですね。いや、使わないでしょこれ。4号ですよね。育てなかった、はい、なんかいるのかなっていう感じあるけど、はいはいはい、そう、まあ、引き換えようにですね。そう、引き換えてもいいかな、うん、で、こいつ、はい、可愛いランキングにも、ね、入れたんですけど、アスラートね、これは気に入ってる。ストアバージョンですよね。そう、スターバージョン、これも本当可愛いなと思うので、うん、言ってましたね、うん、運極にしたいかなと思ってます。はい、で、まあ、リザーですね、ここで、うん、あ、いや、その前にあれだ、シオンだ。こいつ地味にね、なんかいつ引いたか全然覚えてないけど、うん、引いてて、で、自分結構ブルータス回ってるから、こいつ入れたらすげえ、楽に、割と楽になったから、結構ね、当たってから使って嬉しいなって思ったタイプですね。狙いに行ってたわけじゃなかったと思うんですけど、うん、普通に嬉しいかな。シオン欲しいとこっすよね、2体ぐらい。シオンそうなんだよ、ね、もう一個の方がマグメルなんで、完全に。あ、そうだそうだ、はい、こいつも割となんか入れたら楽みたいな。あ、マグメルよく言われますね。シオンそうなんだよ、なんか地味、はい、地味強キャラみたいな感じになってるなっていう気がしてます。で、これですね、 X フラッグドラゴンじゃなくてフラッグ&X ドラゴン。これ無理だったもん。これもね、でもね、うん、ちょっと思い出深いですね、はい、ちょっとロックしよう。思い出深いのは、まあ、僕らちょうどフラパーにね、はい、出させていただきまして、初でしたからね、うん、でその時の期間限定降臨で、うん、まあ、フルとかではね全然できなかったんですけど、ホテルとかで一緒にお食事ねさせていただいた方とかと回ったりしてね、うん、8体これ集めたんで、みんなでマルチ回るって言われて、確かに桜井さんとかは一緒にね、その時マルチさせていただいて、桜井さんと撮った。終わった、嘘、終わった、マジ、確か終わらせてたよちゃんと。桜井さんの方、いや俺らフル出演、フル出演したけど、フル出演並みで、ちょっとずつ休憩の時に、僕らなんか休憩の時絡みに行ったりしちゃったんで、うん、はい、桜井さんに関しては逆に少しも時間がなかったんで外に出たりする。あ、なるほどね、はい、だから楽屋で待ってなきゃいけなかった。すごっ、まあ、だからこれ、このうちも多分1体も桜井さんと多分ね撮ったのが入ってるはずなんで、うん、思い出深い、思い出深い、まさにエクストリームなね冒険、僕たちはね、しかも普通にいい性能だからね。そうそうそう、なんなら欲しかったもんねこれ。そう、ほんとそうなんやね、はい、オルタナティブドラゴンって言っても過言ではないぐらい。いや、過言でしょ。過言じゃないぐらい。現住版オルタナティブドラゴン、はい、まあ言い過ぎ、まあね、これ思い出、だから本当に思い出深い、今年の2010何年の夏を、うん、記憶してるね、こいつ思い出すたびに、はいはい、それを思い出すたびに、その時出てきたオムライスみたいなのを桜井さん頼んでて、はい、それがちょっと多すぎて、あのホテルの下のところで、そうそうそう、はいはいはい、思い出したわ。あの時自分のね、そう、これなんかの写真にね、はい、その時桜井さんのツーショットも上げさせてもらったんですけど、うん、上げて、で、なんか桜井さんはなんかオムライスに頼んでて、ちょっとね、うん、お腹いっぱいなのかなっていう感じで食べてるのがすげえいいなと思うし、なんか華奢な割に結構食べる、すぐ食べる、はいはいはい、まあ、でこの辺にしておこうか、この穴で、こういう思い出が詰まったモンスターですね。で、リザ、まあ、リザはね、まあ、リザいっぱい作る、ショウさんの方でも言ってたと思うけど、まあもう進化は絶対ね、うん、作ってるし、で、この前だってね、あれで進化前か、うん、あれか、ターキーかな、なんかで進化前結構いらなかったの、いらなかったけど、でも可能性はありますよっていう、可能性はあった、まあ長弾持ってるからね、もうその時点で、はい、長弾がずるいんで、ね、長弾持ってる時点でもうユニークだから、うん、とりあえずまあ持ってます、僕もレベル1はね、うん、はい、で、まあ
ベートーベン自分もやっぱ使い始めてから強いと思ってるし、うん、結構使うな、うん、ベートーベン。なんか厳選したいんですよね俺、うん、自分なんかベートーベンすげえ身は適当なんですけど、うんうん、回ってもいい、ね、そうそう、で結構ね、あの英雄の証の候補にも入ってたから前は一時期入ってました、ね、そう今じゃもう見ないけど、そう、イザナミ界もちょっとね、うん、上げていきたいんだよね、うん、でも今なんか山竹界とかの方のラック上げてるから、あと次もうつくよみ来るからさ、うん、つくよみ界の方はつくよみで回りたいから、ちょっとイザナミなんかなんだかんだチョコ回ってないんだよな、うん、そう19で止まってますね。はい、でこの辺でじゃああれ行こうかな、好きなクエストランキング、はい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 、トップ51個目なんですけど、まあ自分あれですね、あのミクモのクエスト好きでしたね、やっぱり、うん、だるまシステムがやっぱりね、すごい印象に残ってる、うん、ライブやってても面白かったし、うん、やっぱりこれまでああいうなんか、敵がランダムでなんか位置とかが違ったりっていうのはあったけど、うん、本当もう敵自体が違って、おみくじ、そうそうそう、ああいうなんか効果になってたのがすごいね、はい、面白いなと思ったんで、ミクモはすごい思ってますね。でもでランクが900に行ってから結構ショコ回ってて、うん、ミクモもすげえ回ったんだけど、うん、ミクモはすげえ適当なパーティー行ってたら結構負けてて、うん、はいはいはい、いつの間にかハンドラス、それでそうそう、なんかいつの間にかコンテミニに使った記憶あって、うん、あなんで使ったみたいになってそれ以来回ってないみたいな感じになってますね。はい、これ強いですからね、うん、じゃあまた元に戻る、あとで4位ねまた発表します。はい、祭りはね自分何もやってないわ、全然覚えてない。これなんかあれですよね、シールドぶっ壊したら花火出てくるやつですよ、ね、あ、それですごい負け方したよね、はい、1回すごい重なってめっちゃそれで思い出した、そうだ、だってここ1点で負けれるクエストでしたもん、回収、そうだ、うん、そのあれはそれすごい思い出した、結果なんかめんどくさかったんですよね、自分それもそうだやってなかった、うんうん、でもこいつでも新幹線はなんだ、アジンキラーマジンキラーとかなった、うん、まあ使わんすけどね、うん、可愛い、可愛い、可愛いであれだね、で、はい、僕もまあ化け物語あれだよな、確かあれだ、しのぶちゃんを追った結果こっちがすげえ出てきたんだ、うん、おまけで、 そうですね、それでひたぎの方はかなりいますね、でも全然僕も使ってないです、こっちに関してはイラストは好きだけど、うん、どうなんだろう、出て使えるのかな、いやどうなんですかね、マフジエムわかんないですね、結局マフジエムだから種族買わないとグラフマ選んじゃうからな、うん、はい、でバンですね、まあ、バンは僕、うん、マグメルはそんなにやれてないんで、全然使うことがないですね、うん、他で使うところ使ってないな、マグメルに関しては当たったけど使ってない、他でなんでちょっとね、いいなんかあれは持ってるんですけどね、うん、あのこっちも、あこっちはでも進化前でもドレイン持ってるんだね、うん、まあ、使わないですよね、うん、本当使わないんだよな、ゴールが低すぎっていう、まあ、滞在クラブもあんまりね僕がそんな読んでなかったんで個人的にあんまりね盛り上がれない部分があったんで、うん、この辺とかは運求人はしてないですね、1体取って、うん、まあこの辺だったらね星5制限で使えそうなところ出てきそうなんで90にしては良かったかなと思いますけど、うん、まあまあでも別にっていう感じで、まあそうですね、うん、なんか必須枠ではなかったですよね、そう、うん、でラグナロクですね、5ラグナでも使えますよね、ラグナ使うね、結構俺好きで使うんですけど、うん、自分も好きで使うし、うん、普通に強いしね、てかね SS の倍率がやっぱ強いですね、うん、だから弱点感化できないのがちょっとイラッとくることありますね、なかなか確かに使うのはすごい難しい SS だなってあるけど、うんね、普通に攻撃力すごい高くなるから使ってる、うん、で自分ね回ってる割にはなかなか落ちないね、うん、今これラグナですか、そう、あ基本運1だからね、なかなかね、ありますね、落ちない、まあでも氷の2回3回とかですか、うん、3回かな、3回は来てる、3回は来てる、はい、うん、かな、じゃあこの辺でじゃあ、うん、4位クエストランキング何だと思う、何だと思う、うん、いや俺何の究極回ってるか知らないですね、ああ、はい、確かに、そういうのは確かにね、意外、確かに意外かも、超絶までは全スルーしてるイメージなんで、確かにそれ気になりますね、最近回り始めて好きなクエストっていうと、もう最近のやつか覚えてないからな、でも自分ね基本的にはねやっぱやってて楽しいクエストになるんだよね、そうですね、最近僕もそうなんで、やって楽しくないとやってないみたいな、結構わがままプレイしてますからね、あこの中だ、え
あ、ビシャス。あ、それよくわかったね。ビシャスしか運気ビシャス。ビシャスね。まあ思い出って感じかな。なんかやっぱり最初やっぱクソ難しかったんすよ。はい、いやマジで難しかったっすよ。火力が本当もう多分その当時の、はい、多分イザナミより高くても当時は言ってよかったんじゃないかなぐらいの、はい、本当に火力が高くて、配置ちゃんとしないともう十字で焼かれるみたいな感じだったんですよね。でボスもビットンが周りにいるから攻撃しづらいしみたいな感じで。でもなんかどんどんそれをね楽にしてくれるクエストになってキャラが出てきてね、アンチダメージウォールで水属性のアンチダメージウォールで強いモンスターがどんどん出てくる過程をね、うん、楽しめた。でこいつもすっげえ弱えじゃんみたいな、ボッコボコにできる過程がすげえ楽しくてね、なんか、うん、そういう感じで面白かったですね、うん、あとヒヤヒヤするビシャスのクエストやってた当時やってて思ったから、うん、そういうのはね結構面白いかなと。攻撃の当たり方次第でみたいな。そう。本当ザ高火力クエストっていう印象はやっぱ今でもついてるもん。うん、そうこれが4位ですね。僕。ヒゾクス。ビシャスか。ビシャス。はい、じゃあ次もまた戻って、うん、エヴァですね。エヴァ来たけど、これアスカね重心化させないんだよね。まあ、ちょうどその時に自分のもう重心力がほぼ枯渇してて、本当もうやりくりしないと。楽引き換えでやりくりしないレッド重心ができないレベルだったんで、うん、まあ、元とかとりあえず、ね、そうそうのとりあえずで、してまだねしたいんです。あとまあ2体はしたいんですけど、うん、ちょっとね、優先度低いかなっていうことで1体でやってますけど、でもアスカは強くなったなと思うし、うん、イラストすげえ好きだしね、嬉しいですね普通に、うんうん、持っててよかったって なった、うん、こいつ多分複数でも普通に使えそうだからね。そうな思いで、まあ今となっては本当ね重心化の発表も別になんか何もないなっていう感じで、うん、そうちょうどっていうのアンケートとかあったけどね、モンスナイでもアンケートあったけど別に何もないなっていう感じで、ミサさん作ったんですね。作った。ミサさんね結構ギリギリで自分もちょっとやめようかなと思ってたんですよ、はい、なんだかんだめんどくさかったから、うん、でもなんだっけ自分も光神事か、うん、重心がすげえハマって、はいはいはい、あれの辺で使うのが楽しかったから、ね、すげえ回って使いました、うん、でも全然使うとこないです。使ってない、うん、こっちはこのミサスさんはこれかっこいいけどね、Q のミサスさんで本当かっこいいんだけど使ってないんだな。かっこいいですね。で電撃コラボか、うん、もう電撃コラボか、うん、こいつがね意外に可愛くて撮ってんだよね。シャナ。そうメロンパンだけのやつ。こっちは可愛くて、ね、進化前なんですけど。そうちょっと合成しよう。こいつはね撮ってますね。まあ、使うところとかはないですけど、単純にコレクションとして撮ってるかなっていう感じです、ね。進化前シャナ、うん。じゃあちょっとここでこのもう残り行く前に3位、はい、好きなクエスト。好きなクエスト。3位の好きなクエスト。こんなかな。え、あ、豪気6兆なんだよね。6兆6兆ね、はい、カッチンむっちゃ出てくるんですよ。であと地雷が出てきて、はい、まあなんかカンカンのあれでカーリーがむっちゃ使えるんですよ、うん、あそこ使いますね。それが楽しくて、あそうなんか6兆すげえ好きだなっていう、ね、なんかいつ初歩とか行ってもね、うん、毎回お前6兆もれみたいな、うんハクアやった時俺カーリー加速枠でしょ。ああ、はい、進化カーリーですけどその時は。あとまあ似たようなやつだと、うん、なんだっけビシュヌとか。じゃあ非属性のエイリアン。あグレイか。グレイだ、はいはい。グレイとかもね。グレイカーリー使いますね。そう。あとなんかその時はホーミングがすげえ効いてたから、うん、ローレダイとかむっちゃ積んでて、うんうんうん、ゴリ押しみたいな感じでね。やっててそれも楽しいなってなんか思ったね。サクサクっすよね。サクサクなのがね、そうすげえ気持ちいいなと思って。うん、でも元でやるとやばいっすよ。あマジ、はい？やばそう。もう僕ダル派でしたけどね。ダルヒップ。ああ、自分でもダルだったな。うん、それこれがね、まあ、3位ですね。6兆、うんうん。じゃあ、まあ、2位の前に行きましょうかね。こっちもう残りこれですけど、まあアレキサンドライトは引いといてよかったかな。うん、あの時、うん、やっぱりね。
ブルータスでもしっかり使うし、そうブルータスみんな言いますよね、うん、アレクサンドライト。で、まあ、今後、うん、他のアンダムクエストでも、ね、連れてって全然いい性能してるし、うん、引っ張り役でも普通に優秀ですからね、うん、スピードあるから。やっぱ SS がいいね、うん、ほんといろいろ詰め込みすぎて弱点も効果がアップするっていうね、うん、超絶捨て特化ですね、うん、直殴り特化、これ起爆ハマったりしたら面白いですけどね。面白い、はい、まあ、ちょっと追いつけないですけどね、こいつの火力。いや確かに若干これ33とかでも使えそうじゃないですか。うん、33でも、はい、うん、今てかもう今自分入れ替えてたのに使ってるね、うん、こっちにしてる。こいつは結構ほんとね、よくまとめられてるの見てますけど、うん、地味に壊れてると思いますよ、ほんと。アリスさんの時も、ああ、じゃなくてなんだっけ、ペンさん。ペンさんの時も言ってたし、アリスさんもなんか言ってたもん。そう、アレクサンドライトですか。アレクサンドライト。はいはいはい。できそうめっちゃ。で、神化。うん、自分なんかでね、1体もう1体当たったんで、神化もね、あれ、最近じゃ、あ、最近なんかね、かな、うん、当たったんで、1体は神化にしましたね。うん。うん、やっぱ強いっすわ、うん、あの、トライデントの L、うん、追い方。近くで酸素をもう根元で当たるとね、うん、普通にもう100万以上は弱点とかダメージ出るんで、うん、弱いわけない、うんうん、で SS もねそれに見合った、うん、見合ったというか合った性能だから、うんうん、いいかなと思うけど、ただなんかまあやっぱりアンダメだけだからどうしてもね他のキャラ使っちゃうんだよね、うん、選択肢にはなんかまだこれ以上あったらやばい、自分の中で入ってこないなっていう、まあ、神化神化共通そこですよね、うん、そこはある本当、うん、だからど忍ぶタイプなんですよ、AD、LW のところでちょっとねこいつも一長一短なってるから、はい、で相変わらずこのすげえ初期のモンストの亡霊みたいなカラーリング好きですけどね。はい、でまあハンターハンタークラブね、はい、ここで来たんで、まあ、ビスキは当然、うん、90になるぐらいは、うん、もう当然あれはこっちはあれしてないんだ、まあ多分普通に売っちゃったんだと思うんですけど、売ったり引き換えたりしたんだと思うんですけど、うん、まあね、まあ、残ってますか、この辺で。そうそう取ってね、で進化前とかも可愛いんで取ってます。ビスケ、まあ、もうちょいね、でもなんかちょっとねコラボの性能にしてはちょっとまあ十分か、十分か、はい、ビスケは、うん、回復エースがだってスガビでついてるから、ね、でマッチも作りました90、うん、マッチ、うん、この辺なんかモーツァルト系でしたよね、完全モーツァルト系だったね、ありましたよね。そうでこの SS は地味にね強いんだよね、遅延効果1ターンから3ターンランダムで、うんうん、ランダだから、こいつなんか そのうちできそうですね、そのうち出てきそう、うん、そろそろだってまたさ、うん、なんか星5制限とかも難しくなりそうじゃん、最近なんか、うん、なんか嫌な感じ、そう嫌な感じがしないクエストが増えてて、ね、あんまりストレスないけど、孫権再来はマジでやめてほしいけど、ね、孫権級がねそろそろ来てもおかしくないから、その辺で孫権アバロンよりむずいと思ってますからマジで孫権本当あの、うん、やりに行かないといけないストレスが本当嫌だ、うん、でマッチ、まあでも僕はやっぱ相変わらずねこのスタチューっていうか上半身だけの亡霊は大嫌いですね、うん、言ってますよね、うん、本当全身入れてほしい。じゃあここで、あもうでもシンデレラまで行っちゃおうかな。僕シンデレラ1体しか持ってないんですよ。持ってないんですよね。作ってない。そうそうそう、作ってないじゃなくて1体しか持ってなくて、うん、あれと思ってて、多分一時までずっと多分言ってたと思うんですよ。うん、僕シンデレラ持ってないんでみたいな。うん、でなんかの動画でシンデレラ出て、モンタマだったかな。なんかでシンデレラ出て、でめっちゃ喜んでた、多分ね。むっちゃも喜んでないけど喜びなしにとりあえず。確かに2人ともしばらく持ってない重心が来ないですよね、うん、過去にラファだけだもん。で一応 G もねすぐ90作ったけど、うん、別にまあ90した割にこいつを使うほどのものでもなかった、うん、ターキー。はい、じゃあ、はい、ラストね、ちょっと好きなクエストいこうかな。21一気にいこう、うん、はい、この中にいます。あ、分かった。アシュラ、アシュラですね。アシュラね、これもねなんかあれと一緒かな、結構ビシャスの理由と一緒で、うん、どんどんやっぱね簡単になっていったのがね、うん、簡単になって回りやすくなっていったのが、うん、なんか印象に残ってて、で、うん、結構自分アシュラね早めに運曲したんですよ、はいはい、結構と、ね、うん、降臨初日から多分まだゲームイズとか入ってないと思うんですけど、しっかり、ま、回ってて
あのアシュラは結構その来るたびにフル周回一人でね、うん、コツコツやってた割には早めに運極になって、でしかも結構当時は割とめんどくさいクエストみたいな、うん、長いみたいな、本当に長かったっすね、マリシテンに次いで長いみたいな、うん、なんか当時のキャラではね、うん、言ってて、でも自分その上杉持ってたし、うん、なんか結構ね最適って言われるキャラ結構持ってたんで、関羽とかか、うん、持ってたんで早めに作ることできてね、うん、印象深いですね。でもだアシュラだから好きだったんですけど、その割に使わんなっていうので、情報でなんかその割になんか使うところが、その運枠としてこいつのあるよっていうのがなくて寂しいですね、うん、まあでもちょっとマグメルでね使えてたりしたけど、なんか寂しい感じはある、ね、うん、で SS も結構その当時では、あの天草と一緒みたいな、うん、あの連続で爆発するじゃんみたいなやつで、しかも強かったっすね、強かった、そうそう強かったけど、うん、あと友情はちょっと本当残念だったけどね。超絶戦士で一番残念なんじゃない？いや ありますよ。全然あるよ、ね。ありますよ。普通にそうですね。反射拡散弾どうしたっていうレベルだからな。はい、うん。アシュラね、まあ好き、うん、好きでした。じゃあ1位、栄えある1位ですね。クエスト。これはもう分かるかもしれない。結構言ってるからな。あ、こんな感じですね。え？結構言ってる？結構言ってる。え？あ、カインか。カイン。カインっすね。はい、カインね、やっぱまあ HP 高越だったし、うん、ヒエが自分が作ってたやつがいけたから、うんうん、貫通のアンチワープでね、それで結構好きっすね。カインはだから時間が合えば結構ね、回ってるんだけど、枠1やってるからかなんかあんまり落ちることがなくて、うん、こんぐらいで止まってたりするけど、あとカイン自体も好きだしね、性能、うんうんうん、カインクエストかなり好きかな、うんうん、カインか、うん、意外あんま好きじゃ、でも言ってますもんね、みんな、うんうん、好きじゃない人の方が多いかもしれないですけど、うん、HP 個別だからね、うん、でまあ、あれ以来だって HP 個別来てないよね。来てないですね。そう、来てないからね。今となっちゃもう個別とか気にしないぐらい吹っ飛ばされてますけどね、カイン。もう簡単で。あ、そうだね。ボコボコにされてるから。だから、うん、カインもそういうあれかな、うん、なんか回りやすくなってるしね。そうですね。そういうのでなんか好きだなっていうのあるかな。うん、まあ、これぐらいかな、うん、クエストは。君とかなんかある？その時のクエストは言ってないから、言ってなかったからさ、僕好きなクエストもう完全二強、うんうん、アバロン・ラグナロクですね。あ、はい、アバロンとラグナロクはもうむっちゃ好きっすね。でアルカディアが、うん、多分非属性で一番嫌いなレベル。あ、アルカディ アそんなむっちゃ嫌いっす。あれ本当にクソクエだと思ってる俺。アルカディアはマジで嫌いっすね。本当嫌い本当嫌いっす。まあ、でもアバロンとそうだよね、アバロンと、はい、ラグナロクは言ってるもんね、うん、アバロンとラグナロクは言ってますね、うん、ラグナロクに関してはあのニラカナ補正がちょっと入ってますけど、うん、あのニラカナでやってるからちょっと楽しく感じるっていう、うん、アルカディア、あ、アルカディアと結構ラグナロク自分同じぐらい好き、割と好きだな、なんか本当ですか、うん、アルカディアはね、あのね、正直多分どんなに僕はまだまだなんですけど、どんなに上手い人でも多分ね、あの火の床を避ける着地を見据えて弾いてる人って多分いないと思うんですよ。無理じゃないですかあれ、うん、まあそのだってね、火柱自体もそもそもランダムっていうか、うん、あの大体の位置は決まってるけど、そうそうそう、なんで、まあ、火柱の位置を覚えとけばいいんですけど、うん、まあちょっとねあんまり好きになれないクエストですね、うん、次に好きっていうのだと分かんないな、うん、でも自分も確かにラグナロク好きだな、うん、弱点殴って感じがすげえ好き、うん、なんか決まった時パッて弾いて、うん、そのコースが最終的に終わるじゃないですか、うん、それまでのなんか過程が、うん、単純じゃないですか、うん、弱点3個なくってとか、うん、決まった時嬉しいし、うん、すげえわかる。でも嫌いな人は嫌いなんだって言う人もすごい言ってるからね。でもアバロン1位は多そう。あ、アバロンね、あるか、あ、やってないですもん本当に。なんか来てて やんなきゃな、そろそろって思ってて、うん、運枠にもなってきてるし、うん、でさあ1時間ぐらい時間あるから、うん、あるかでやるかって言って、うん、バナーでやめますフレンド変えてやめるフレンドはちゃんと変えてあげるんですよ、魅力とかに、うん、で、いや今日はいいやつって甘えていつも別ゲーやってます、うんうん、だから、あ、そうだね、アバロン、アルカ
ラグナロクですかね、うん、アバロンは僕早い段階で結構そうでなってたじゃないですか、ね、あの好きだったから、うん、てかあの時はまだ結構跳爆ちゃんとやってたから、うん、アルカディアも今来てるところで、うん、割と時間作ってやってるからそろそろ運極なりそうなんだよね、うん、最近なんか昼とか、そう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 、はい、今いくつだっけかな、だからさらにやる気なくなってる。あ、俺フィグゼルも好きっすね、クエスト。フィグゼルどんなんだっけ、あのでもあれだよ、ルリが最強のドース固定方向に斜めのレーザー出すやつでしょそうでしたっけ、それ、うん、あのあれ違ったっけ、あそうだそうだ、指の方に出してくるやつ、そうそうそう、でゴリラが呼び出されるやつ、あ78もう少しだ、あアバロンか、アバロン、あ今そのアルカディアやってた、アルカディア全然だな、うん、アルカはなんかナウシロキラーじゃないですか思いません、撮影の時、ね、ほぼ、あ、違います違います、あのアルカディア、あーあむっちゃ撮影の時間かかりますか、アルカディア、うんはい、アルカディアもそうね、うん、地味回りしてるけど、これ欲しいっすね、でも、もっとしてね、てか、だからこれで魅力欲しいとむっちゃ思ってんだもん、うん、自分が、あー、そっかそっかそっか、え、でも1本で結構十分なとこありますけどね、うん、アルカはアルカディア11、うん、オズ持ってますもんね、オズ持ってそう、アテナもいますもんね、あと、そう、ウルズも引いてるから、ウルズ、ウルズの枠が僕魅力になってます、 でもそうだよね、はい、そう完全これウルズでいいじゃんってなってるんだよね、一応運極見とくか、最後ガチャピンラックとか見たいですけどね、ああ確かにね、あ最近作っ、日は最近チョコで作ったのは桃太郎ですね、ああ桃太郎桃太郎が88とかで止まってたから作りました、うん、一時期そのゾロ目で止めるの流行ってた、そうゾロ目で止めるの流行ってたけど、もう猛暑力、いやそう、それも猛暑力のおかげで壊れちゃったね、はい、僕あのね動画ね長く見てる人だったら分かっていただけると思うんですけど、77とか88で僕止めてたりってことが多かったんですけど、はいはいはい、なんかかっこいいなと思ってたからね、でもそれももうちょっと猛暑力のせいで完全に意味がなくないものになってしまったんで、こうなりますかな、アバロンもうちょいで嬉しいな、であと新好評を今がっつり、ブルータスのために上げてて、ね、まあ、アバロンになったらどっちでもいいんだけど、であれだ、やっぱリン2ですね、この高いリン2 56、でも量は52か、量は52、アポロデボッカアポロ、え、てかノンの25いいな、これ高いのかな、いや僕いくつだっけ、全部合わせて15か20、あそうなんだ、20かな、だノンのまだいるよ、だってだから、うん、そうですよね、だからこれ40はいくかもしれないです、30後半か40、ノンのがねやりたいんですよね、この辺かな、まあ、イザナミカインチと頑張ろう、うん、ニルバーナもな頑張りたいな、ニルバはもうあれですね、バナーでうわってなってやめるパターンですね、あマジ、まあ、あ僕あのフォックスで終わらせたんで、うんうんうん、あれでしたけど、まあ今でも結局めんどくさいっちゃめんどくさいから、ね、手順はそこ、まあそれかまあね、今言ったみたいにフォックスワンパンのやつやればいいんだろうけど、うん、あれ始めてからなんか30ドル40ドルとかっすよだから1回やるって決めて2回ぐらいで3回、うん、2、3回やればとか、まあ、キララとか回ろうかな、まあ、今だったらもう余裕だしな、それこそウンディーネ使えそうですけどね、あそうだ、それで確かにキラ、うん、ウンディーネ重心化したらキララ乱獲しよう、当時超難しかったキララウンディーネね、あジュンディーネじゃない、あのここ周囲が強いんですよ、あ そ, うそれ言ってたね、うん、言ってた、であれハカも連れてきたんで、うん、僕と当時モンサハにいた方で一緒にハカ周回した時に、うん、ここでは周囲ですってずっと言ってた、うん、すげえ覚えてる、うん、悟空入れてたからね悟空も入れてたからここに俺そう懐かしいな、周囲今となっちゃ周囲も全然連れてかない方に入るのかもしれんすけどね、うん確かに、うん、水のアンチャープだったらそれこそ、うん、確かにチラッと下に映ったパータスキングがすごい気になった、パータスキングどれ、あこいつもどうすればいいのかな、なんでラックジュークこいつももうさ、いや一時期っていうか、まあ、まあこれも知らない人がいるレベルだと思うんですけどね、うん、タスの巣窟っていうのがまあ、まあ、ありましたね、でまだタスをしっかり振らないといけない時代、うん、タス振りが難しい時代か、だから、うん、タスがなかなか手に入らないっていうか、なんか難しい時代、掛け算タス同士よとかなんかあったよね、忘れちゃったけど、バイバイしてタス同士、そういう時代にこいつが重宝してた時代があったんですけど、大成功でタス値も2倍になるみたいな、そういう時代がもうなくなってこいついらねえじゃんみたいになって混ぜて、ね、今僕超欲しいですけどね、あでも今逆に確かにね、常に不足してるんで、数がない人は、はい、いやこいつもなんか移動してほしいんだよ、もう確かにこいつも移動していいですよ ね、はい、こいつに関しては今覇者でも手に入るし、こいつ何なのマジ、スピキンとかもいますからねこいつ何なのマジでやべえなはい、なんでね、はい、今回一応
ナビラヒのね非属性僕紹介ということで、うん、合わせてあとね、うん、ウエストランキングっていうのもちょっとやってほしいっていう声もね、はい、あったんでこれと同時にちょっとウエストランキングかそうそうそうあそれでってことそうそうそうやっていこうかなちょっと思いますんで、ねはい、ぜひよろしくお願いしますよろしくお願いします、まあ、皆さんもそういうのがあればね、はい、コメント欄でいただけると嬉しいですまあでもファータスキング撮ってますっていう人結構いると思うんでね、うん、なんか使えないそうそうなんか使えないわみたいなラストエリクサタイプそうほんとそれそうですよラストエリクサタイプほんとそれラストエリクサタイプマジで、はい、使えないって言ったらねチャンネル登録よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますツイッターもやってますしね SNS もやってます、はい、サブチャンネルもやってますね登録よろしくお願いします今回もゲームズアリフィスタジオ、はい、方からお送りしましたナナロピロでしたジロでしょありがとうございました。